さん。あ、じゃあ挨拶するか。全然映り違くない？違います。え、白すぎますね。皆さんこんにちは、かよです。そして皆さんこんにちは、あやんなです。わー、今回はコラボ動画です。ありがとうございます。ありがとうございます。パーソナルカラーとか骨格診断とか、私もね、あのプライベートで行かせていただいたこともあるんですけど、本とかも出版されてたりとか、みんなのあやんな先生っていう感じで、すごい2年ぐらい前から仲良くさせていただいていて、今回初コラボっていうことで。ベストバイ的な感じのやつを、6選ということで各自6個ずつ持ってきたので、愛を語りながらカフェラテ飲みながらやっていきたいと思います、はい、イエーイ。ということで、はい、どうぞ。あー、じゃじゃじゃん。はい、ジグエオっていうブランドのルームフレグランス。ジグエオ何語？ジグエオ？そう、あのジグイエオ。あ、ジグイエオ。すごい言いにくいの、よく一発言えましたね。めっちゃ可愛い。あの、私の友人がプロデューサーを務めてるんですよ。すごい。そう、なんかいくつか持ってるんですけど、本当にこうイチジクとか、なんかジャスミンとか紅茶とか、もう世の女の子が好きそうな香りが結構種類も多くあって、あと元々はこのオンラインサイトのみでの販売だったんだけど、最近はあのスクランブルスクエアの中に入ってたりとか、そう、あのポップアップやってたりとかするんで、なんかね、ほんと1個置いとくと香りの持続性も結構しっかり、8畳から10畳ぐらいならこれ1個でしっかり香るし、確かにだいぶ匂いがねくるくるね、いい香り、どれも本当にいい香りなんで、なんかこう新作が出ると、ついこう買っちゃうというか、買ってみたくなっちゃう感じで、あのキャンドルとルームフレグランスあるんですけど、私はやっぱルームフレグランスが一番香りを楽しめるんで、そう、これはね結構気に入ってて、ぜひちょっと見てください。最近愛用しているこちら iPhone ケース、じゃーん、かわいい。なんか、ここに大きいポーチがついてて、結構これが入るんですよね。なんかリップ3本ぐらい入る。そうそうそう、本当にちょっとちっちゃめなリップだと3本入るし、目薬とか、ちょっとしたお金とかも全然入るし、欲張り。そう、本当に私も今ちょうどアディクションのクリスマスカフェの3本セットだから、綺麗に3本入るんですよね。本当だ、すごい。ここに入ってると携帯って絶対手元にあるじゃないですか。だからなんかちょっと、あ、ちょっとリップ塗り直したいなっていう時に、なんか気軽に塗り直せたりして、めっちゃいいんですよ。そう、え、欲しい、買います。え、ぜひぜひぜひ、お揃いして。お揃いする。え、これはさ、ここからここまで全部繋がってる、どういうこと？セットで売ってる。あ、そう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 。つながってるよと思って。しかもこれボタンがついてて、あ、すごい。これをポッポってやると、あ、これこうやって立てれるんですよ。すごくない？そう、なんか普通にここ立って、ライブできるじゃん。そう、ライブとかもできるし、ちょっとしたあれなら、こう中にボタン押すとかね。そう、中にいろいろ入ってるとより立体的にこう止まりやすいんですけど、そうっていう感じです。え、さらちゃん最近さ、鍵落としたもんね。え、そうなんですよ。タクシーの中にね。そうなんですよ。じゃあよかったね、本当に。そうそうそう、こういう時のためにみたいな感じで、はい、使わせていただいております。じゃあ次お願いします。はい、じゃあこちらです。ててん。こちらは、ビーガスのスーパーウォータートリートメントです。おー、トリートメントなんですね。そうなの。私、去年の、あの、化粧品の祭典、コスメフェスティバルの PR をしたんですよ。へー。まあ、そのことがきっかけで、フェスティバルに置いてある韓国コスメブランドとか、あと日本のブランドとか、ある程度いろんなブランド試したんですけど、その中で、このビーズがめちゃくちゃ良くて、そっから自分でね、あの、買うようになって、好きすぎて、あの、水越とか、あの、アリちゃんとかにギフト、あの、担当とかに行って、それぐらいめちゃくちゃお気に入りで使ってる。じゃあもう美容系の中でも。もう結構みんなそう好きで使ってるんだけど、あの、これすごく使い方簡単で、シャンプーとかね、あの、し終わった後に、もうほんと近づけ。6箇所ぐらい。近づけする。それで、揉み込んでいくと、あったかくなってくる。面白い。生姜が入って
ね。ああそういうこと。でこうかあの頭の血行を良くする、うんうんうん、で終わったら毛髪になじませる。なるほど、意外とすぐできちゃうんですね。うん、そうです。これね、これ挟むだけでも全然違う。そうだ、髪の毛が結構長くなったんで、うんうん、ケアを本当にちゃんとしていかないと、うんうん、すぐに傷んじゃったりとか。まさにですね。私はこれあのよく行ってるエステサロンに置いてるんで買ったりしてるんだけど、価格も3300円。あ、じゃあ、うんうんうん、なんか全然そのなんだろうな、すごい金額じゃないから買いやすい、うん、続けやすいですね。これはあげるから使ってほしい。いいんですか。うん、もちろん。本当に教わっています、私。いえいえいえ、ぜひ使ってみてください。次、かよちゃん。はい、次こちら。じゃーん。かわいい。かわいいと思ってたよ。かわいいですか。すごいかわいい。ポレイルのバッグで、うん、あのまあ、ポレイルのバッグもすごくあのお気に入りで、うん、結構前から使ってるんですけど、うんうん、最近よりこの子好きになったのが、うん、この子追加したことによってより可愛くなったっていう。何それ。でこちらがですね、じゃんじゃじゃーん、練り香水になってます。なんかこんな感じのアクセサリーみたいな練り香水になってて、ここが花びらみたいに上がなってて、いい光ですよね。出そう出そう。そう、これジルスチュアートなんですよ。意外でしょ。これじゃあさ、ここのブランドとここのブランド違う。そう、このバッグとはまた違うんです、うん、あ、なるほどですね。これをなんかつけるようになって、うんうん、なんか可愛いってなって、うん、よりまた使うようになりました。え、どっちも可愛い。可愛いですよね、うん、目に見えてないと使わない、うん、わかるよ。ですよね。そうだ、あの香水持ち歩いてもなんかシュッシュとか特に外でなかなかできないですよね、うん、これだとなんか気軽にこうチュチュって、うん、とできるし、ネイルバームにも使えるので、うんうん、あ、それすごい。そう、保湿にも、うん、あとアホ毛のこうスティックとかにもあるんですよ。普通に保湿スティックみたいな感じで、うんうん、すごい使えます。え、これ香り種類いくつかあるんですか。え、いっぱいあります。いいですね。知らなかった、これあるの。え、ですよね、うん、私も今年になって知って、うん、でも結構愛用してる方多くて、うん、そう。はい、こちらです。ドクター K の KABCGPL ウォッシュ洗顔フォームです。私も大好きですこれ。あ、じゃあかよちゃん動画にも登場。あ、ちょうど登場したことあります。はい、これね、この下半期発売したけど、もう群を抜いて一番良かった洗顔料。マジでいいですよ ね。本当に騙されたと思って使ってみてほしい。そう、騙してないけど。騙されたと思って使ってほしい ね。いいところとしては、もう忙しい朝、泡立てずにもうポンプで出てくるっていうところもめちゃくちゃいいし、角質ケアが穏やかにできるから、うん、大人になると角質も溜まりやすくなってきて、でも気づかないから、うん、なんか肌がボワボワしてくるとか、これはもう毎日のこのステップだけで簡単に角質ケアができるから、もう本当に素晴らしい。めっちゃいいです。敏感肌さんでも使えるピーリングの、うん、あの洗顔だなって本当に思います、うん、やっぱりパートナーがいる方ね、あの彼と住んでるとか、あとはあの中学生の息子さんがいるとか、いわゆるファミリーで使っても喜ばれる。え、確かに確かに。結構男性でもこれなくて、私が通ってるジムのトレーナーさんとかも、うん、あの奥さんと使ってるっていう。素敵。そう、シェアコスメとしては素晴らしい洗顔料かなって思ったので、これはね、買う価値ありだなと、うん、大ありです、うん、思いました、はい、ただかよちゃんも大好きってことなので、今回は別のものを、おやったなんか得した気分。ライースです。お、こちらです。ライース、はじめましてですね。これライースのリペアインナーモイスチャーエッセンスナンバー11だけど、まあ簡単に言うと肌の水分量を爆上げする美容液です。おー、美容液なんだ。え、導入美容液ですか。あ、導入もね、あるんですけど。あ、また導入あるんですね。導入はこっちで。おー、すごい、すぐ出してくれるところがあやねさんなんです。ドライバーのやつ。こっちは線香を、こっちがね、あの化粧水の後に使う美容液なんですね。ここはね、あの香川県の日本酒メーカーが作ってる、そう、あの発酵系コスメなんですよ、うんうんうん、でもう敏感な方でも使えるっていうのがまず特徴っていうのと、この中に入ってるライスパワーナンバー11っていうエキスが、日本で唯一水分改善を認める有効成分。すごい。国が唯一認めたら、その水分改善機能っていうものを持ってる成分なんですよ。水分量を改善していくあの機能なんですけど、うん、その成分がギュッと入ってるんですよ。ライスパワー系のコスメのブランドってたくさんあるんですけど、うん、そこにもおろしてるんです。すごい。その成分めちゃ
くちゃ保湿に特化したブランドで、めっちゃ気になる。あの価格もねすごく安いわけじゃなくて、やっぱ1万円ぐらいしちゃうから、ぜひもしね、あの肌の水分量、なんか肌測定やったら肌の水分量低かったって人なんかは、まずはどっちか使ってあげてもいいんじゃないかなと思うぐらい、確かにもう秋冬めちゃくちゃいいので、確かにこれからの季節にぴったりですよね。そう、水分チャージ。でもさすがです、説明がもう、いやいやいや、もう買いたいですもん、ここから買いたい。次はですね、私最近もう毎日のようにつけてるピアス、まあ、3個あって、なんでかっていうと、今こうやって1回買って気に入りすぎてめっちゃ使ってたんですけど、1個どっか行っちゃってまたリピートで買ったみたいな。使いやすくてお気に入りで、まずサイズがすごいちょうどよくて、なんかこうカメラで撮ったりしてても見えないほどちっちゃくはないけど、邪魔になるほど大きくなくて、私毎日ヘッドホンつけてるので、なんかあんまりにも大きいとこうグイってなっちゃったり引っかかっちゃったりして痛いんですけど、これぐらいのサイズだとギリギリなんかちっちゃすぎずでも引っかからないサイズで、めっちゃいいんですよ。よく見るとシルバーとゴールドに分かれてて、その日の気分でこう今日はゴールドメインにしたいなって時にめっちゃいいよ、キュッて、いやめっちゃ良い、これでつけれるんですよ。これ1個でゴールドの時もシルバーの時もずっとつけてくれる。すごい、天才天才、めっちゃ良くないですか。いやめっちゃいい。特にかよちゃんなんかはさ、服のお仕事も多いから、いろんなね、あのそのパーソナルカラーとかは置いといて、いろんな服着るじゃん、黒とか青とか。だからやっぱりジュエリーとかアクセサリーもね、変えたいよね。そう、変えたいけど、でもなんか全部持ち運んだりとか難しいっていう時に、でもピッピッピッって変えれるので、これ本当にすっごいおすすめです。つけやすくて、なんか全然、あ、ちゃんと安定してるわ。そうそうそう、3,000円、3,000〜4,000円です。めっちゃいい。ぜひアンドソンもよかったら。じゃあ私はですね、はい、じゃん、トゥークのクールティアっていうピンクレッド系の色、あ、ピンクなんですね。そう、これですね、あの私が三越にいたのじゃん、にこの前会った時にめちゃくちゃ目が可愛くて、え、何使ってんのっていう話をしたら、これだよっていうのを教えてくれて、それで9点で購入しました。美里ちゃんはこの色だったってこと。そう、あのね、ピンク系なんだ。そう、なんか目立ってるわけじゃなくて、目の下がちょっと赤みがある感じ、あ、こう守りたくなるような、うるっと守りたくなるような、うるっとした目をしてて、いつも可愛いけど、もっと可愛いって話をしたら、これをおすすめしてくれて、買います。買ったらめっちゃ良くて、今ちょっと塗ってほしいんだけど、あのちょうどいい発色で、あの粘膜カラーというか、程よく目の下に重さが出るんですよ、だからちょっとここがね、こう 目が少し下がって見えて、目が大きくも見えるし、いわゆるあの下まぶたのこう涙袋の印象を残してくれるから、しかもなんか芯が痛くないですね。そうそうそう、痛くない、柔らかい。これめちゃくちゃ良くて、なんか意外とこういう色って日本に売ってないの。確かに、なんか絶妙なカラーですもんね、音粘膜の、そう、それがねすごくたまらなくてよくて、ついこれはあの水越し買いをして、いい、ずっとリピートしてるっていうお気に入りのアイテムでした。次目代わりまたありますもんね、11月ね、あるみたいなタイミングを買います。今年に入ってから出会ってちょっと遅ればせなんですけど、プリズムリーブルースキンケアリングコレクターの私ブルー、パーソナルカラーを関係なく馴染む、顔だけ青く浮いちゃうとかももちろんないアイテムってあるんだって感動したものになります。確か 90% ぐらい、 80-90% ぐらい美容液成分がたっぷり入ってて、ハイブランドのこういうあのコスメブランドってなんかこう成分が日本のお肌にちょっとこう強いんじゃないかなとか、美容液成分そんなに入ってないんじゃないかなって勝手に勘違いしちゃってたんですけど、ジバンシーさんとか特にめちゃくちゃ美容液成分しっかり入っていて、ちゃんと潤うし、これもめっちゃ感動しました。ジバンシーってちょっとこうなんか雰囲気的にイケイケゴーゴー、そうそうそう、イエーって感じだったと思うんですけど、意外と皮膚科医が監修してるようなあのスキンケアリングローっていうファンデーションが売ってたりとか、美容液成分いっぱいとか、パウダーも本当に優しくて、そうそうそうね、もうなんかジバンシーすごいなみたいな、ギャップがなんか、そう、怖いかと思ったらすごい優しい人だった。なんか分かる、なんか好きになっちゃう、そう、答えが天才。最後はですね、はい、シャネルのこのマットリップ悪魔カラー234番、もう黒いもんね、かっこいい黒い。最近流行りのあの極悪女王のね、ああ、ネットリックスの、そうそうそう、もうダンプ松本さんみたいな色、すごい、でも全然、そうそうそう、意外とパッと見誰が買うん
面みたいなね、悪魔色なんですよ、うん、でも塗ると意外と可愛くて、うん、よかったらちょっとかゆちゃん今いいですか、マットリップですよね。マットです、マットです。なんかまあ今季ブラウンが流行りですけど、ちょっとブラウンもいっぱい買いすぎて飽きちゃったかもみたいな、うん、人にもこの色ってすごくよくて、うん、確かに他にあんまないですよね。そう、程よくなんかかっこよくなれるというか、うん、なんか強い気持ち持てるという、うん、毒っ気が入る、なんかいい毒っ気入るんで、あいいよ、こんな感じでいかがでしょうか。素敵よ、めちゃくちゃいいわよ。あ、こにゃ素敵、やっぱブラウンリップ好きですね。めちゃいいよね、ブラウン、ブラウンけど、うん、赤みなんでしょう、紫、なんかちょっと色が入ってますね。あのブラウンなんだけど黒がしっかり入ってくるから、うんうん、ちょっとこう唇の重くするぐらいの感じの仕上がりなので、うん、ブラックコーデとかにもいいし、毒っ気を出したいどっかにとか辛さを出したい時なんかにはこれをねピョンってつけると、うん、いい感じ。え、本当にちょっとでよかったです。うん、もう本当に、うん、トゥンって感じで唇が赤っぽくなっちゃうとか、なんか赤リップ塗ったみたいになっちゃうと、うん、あ、うんうんうん、例えばこういう色があるとめちゃくちゃいいですよ。じゃあ6個いけたかも。行った気がしますよ。行きましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい、っていう感じでえ、なんか変でしたではこんな感じでですね、今回はあやぬさんと初コラボ YouTube っていうことでリアルバイをやってみました。あやぬさんの YouTube チャンネルの方では、はい、ブラウン特集ね、ブラウン特集をやらせていただいていて、はい、もう一押しアイテムたちをもうね2人であのすごい語ったので、ぜひねチェックしに行ってみてください。はい、はい、何かありますか他に。あ、な、特にあやぬさんの、ね、チャンネルではコスメをメインにパーソナルカラーの先生も、ね、やられていたりするので、はい、本当に細かくあのコスメの紹介をしてくれているチャンネルになっているので、よかったらぜひそちらの方も見に行ってみてください。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。